鬼すげえゴミぐっちゃぐちゃだから、すげえ喉苦しい、肺に溜まる。だから、だからさっきから食べ、なんか私なかなか喋りやがって、これ年寄り、マジで年寄り食ったら死ぬぞこの握り。うん、なんでこんなびちゃびちゃないの。だからもうダイエーのおにぎりってまずいんだよな。買わないとこ今度から。ちょっとコンビニ、普通のコンビニで買うわ。コンビニの方がいいわ。うん。普通にセブンの方が良かったわ。高木正弘選手。ちょっと見てみよう。高木正弘。でもさ、ああいうとこってさ、ちょっとさ、金に余裕があってさ、そんなに高くなくてさ、気力あったらさ、週1とかで通いたいよね。うん、なんか体力作りとさ、ダイエットにいいよね。違う、高木雅宏ってこれだね。体力も大事だけど、やっぱりね、足腰を永遠に丈夫にしないと一生登山できなくなるからな、年いっても。つか、道に出てくる人ってすげえな。結構な山道、結構有名な険しい山道で、80何歳のおじいちゃんに出会った若い登山客の人が、なんかおじいちゃんと話してて、そのおじいちゃんがもう突的に、うん、今日でこのもう登山を最後の日として登ってるっていう話を聞いたっつって、なんか泣きそうになったっていう動画があったけど、なんか感動してしまった私も。そう、自分そうだね、免許返納するのと同じようなことだもんなって、自ら登山を終わる日が来るんだよな。してるわけじゃないと思う。あんなバイクで
険って、山中こっち行きそうだなと思ったけど、いやあれは鳴らすね。でもあんな距離っていうか車間距離そこまでない状態で飛び出しちゃいたの怖いから誰か間に入ってくんねえかな。左車線で落ち着いてからまた車線変更するべきだったので、うん、あそこ入り組んでるからダメだよ急にバーって一気に行こうとするの。ベンツがかわいそう。まあ鳴らし物だしあんま来ないからしょうがないんじゃん。知らんけど。いやあんま来なくてもノーマナーでしょ。危ないよ。一気に2車線移動するのってほんと怖いんだけど、あの、うん、合流地点から乗ってる時に来るのやと思う。